はい、どうも、白駒先生です。今日ですね、介護歴20年のですね、ある人気芸人さんがですね、最近ですね、芸能人の方で何かやらかしを行った際にですね、謹慎期間中とかに、まあ、介護の仕事をしたりとかする方いらっしゃいますよね。はい。ああいう風に罰ゲームのように介護をされるのは侵害だという風にですね、怒りをあらわにしたんですね。はい。今回の動画はそれの詳細プラス、そしてですね、こういった風にですね、罰ゲームのように介護をしてきた芸能人は一体どんな人なのか、そしてですね、逆にそれをうまく回避して、まあね、復帰した芸能人の方は誰なのか、この辺も合わせてですね、いろいろと話をこうしていきたいと思います。はい。まずですね、最近ですね、芸能人の方はですね、まあ言ってみたらですね、まあ、犯罪だったりとか、もしくは不倫だったりとか、まあいろいろやらかす人多いじゃないですか。うん。で、そういう風にやらかした方がですね、いわゆるその謹慎期間中だったりとか、謹慎が明けた後とか、まあそういった流れでですね、やりがちなのが、介護とですね、あと被災地訪問的なこと、あとボランティア的なことですね、この辺ですごくやりだしますよね。うん。はい。まあ、介護の現場に行って、お年寄りたちのですね、まあ、お世話をさせてもらったりとか、はい。もしくは、その被災地だったりとか、そういうところにボランティア活動で行ったりとかね、はい。そういったことをですね、なんだかすごくね、みんなやりたがりますよね。はい。今まで全然そんなことしてなかったのに、急にやりますよね。急に。うん。まあ、皆さんもですね、頭の中に何人か絶対、あの人もそうだったな、あの人もそうだったな、みたいな感じで、まあね、頭に何人か浮かんでるとは思うんですけどもね。はい。でですね、そのことに関して今回怒りをあらわにしたのが、介護歴20年のメープル超合金の安藤夏さんなんですね。はい。まあ、いわゆるそのカズレーザーさんの相方の女性の方ですね。うん。この方ですね、売れたのが30過ぎ、35歳くらいかな。はい。の時にね、ですね、メープル超合金として、まあ、M1 グランプリ決勝に進出して、まあ、そこからドカーンと売れてですね、今でも売れ続けてるわけなんですけども、実はですね、この安藤夏さんって介護歴が20年なんですよね。はい。これすごくないですか ?20 年ですよ、20年。はい。やってたわけなんですよ。うん。で、実際問題ですね、そういった介護的な仕事だったりとか、そういったこともいっぱいされてるんですよね。今、そういった広報活動だったりとかですね。はい。でですね、そんな安藤夏さんがですね、そのようなですね、罰ゲームのように介護をされるのは侵害だというふうに、まあ、ちょっと怒りをあらわにしたということなんですね。はい。じゃあ一体ですね、安藤さんのですね、この流れといいますか、ね、この20年のですね、この経歴、そしてですね、どのように起こったのかってことをですね、ちょっと記事をね、大事なところだけ抜粋して、読みながらですね、振り返っていきたいと思います。はい。この安藤夏さんなんですけども、はい、現在ですね、安藤夏さんはですね、現在39歳なんですけども、実はですね、20年以上介護歴があるということなんですね。はい。じゃあ一体ですね、なぜ介護歴、まあ介護を始めたのかってことなんですけども、うん。どうやらですね、安藤夏さんのおじさんにあたる人がですね、小規模の介護施設を開いていたらしいんですね。はい。なので安藤さんは中学生になると、土曜日は毎週学校が終わってからおじの施設に出向いて一泊し、日曜日の夕方に帰宅するというですね、ボランティア生活をしていたらしいんですね。うん。だから毎週末にボランティアとして、まあ、おじさんのところで、まあね、介護の仕事をしていたと。うん。で、安藤さん自体はですね、介護をしているという自覚はほぼなくて、遊びに行ってる感覚でしたね。だから、辛いという気持ちも一切ないし、楽しくやっていましたというふうにね、言ってるわけなんですね。うん。まあだから言ってみたら本当に子供の頃から介護というものがですね、身近にあったということですね。はい。で、実際問題はですね、介護をやっていて、やりがいを感じることも多くて、まあ例えばですけども、その施設に入っていた認知症のおばあちゃんが心を開いてくれた瞬間とか、そういう時にですね、やっぱり思ったみたいですね。やりがいがあるってね、必要とされてるじゃないですけども、うん。はい。で、そのままですね、高校生になってからなんですけども、高校生からはですね、今度はですね、本格的にその介護のアルバイトを始めたらしいんですね。はい。で、アルバイトを始め、さらに20歳になった時に、ホームヘルパー2級っていうのを取ってですね、の資格を取得して、この頃からですね、さらにその介護の仕事に没頭していったというわけなんですね。うん。でですね、結局ですね、34歳ですね、M1 グランプリ、2015年のですね、M1 グランプリのですね、決勝に行くまで、まあ、そこで売れたわけなんですけども、それまでずっと介護の仕事をして、まあ、言ってみたらお金を稼いで、まあ、食いつないできたと言いますかね。はい。生きてきたわけですね。はい。まあ、実際問題、芸人さんの商談で売れるまでほとんどお金もらえませんからね。うん。実際問題ですね、先ほど言った2015年の M1 グランプリの決勝のですね、前日にも夜勤のアルバイトをしていたらしいんですね。はい。これなかなかですよね。うん。はい。で、実際問題ですね、このように介護のね、仕事をですね、まあ、当時からしていて、今でもですね、顔を出すこともあるみたいなんですね。うん。はい。で、実際問題はこのね、介護的な仕事をしてる芸人さんって他にもいて、例えば分かりやすい情報で言うと、EXIT のりんたろーさんとかですよね。はい。まあ、EXIT もですね、今や完全に売れましたけど、りんたろーさんも売れる前はですね、いわゆるその介護施設でですね、その働く、まあ、いわゆるバイトをしてですね、生活をしていたんですね。うん。はい。でですね、まあ、このように安藤さんからすると、まあ、介護っていうのはですね、生まれてから今までずっと自分の身近にあった、本当に慣れ親しんだ、まあ、誇りを持ってやってる職業なわけですよね。うん。
で、だからこそですね、いわゆるその芸能人の方がやらかした際に罰ゲームとも言えるべき感じでやっている姿がどうしてもやっぱり気に入らないみたいなんですね。はい。じゃあそこに関して何て言ってるかちょっと読んでいきたいと思います。はい。芸能界ではスキャンダルを起こした著名人が、介護施設にボランティアに行ったり、介護の勉強を始めたりする事例も少なくない。また、2009年に覚醒剤取締役法で有罪判決を受けた女優の酒井紀子が、かつて刑事裁判で芸能界を引退し、介護の仕事をやりたい、などと語ったたものの、その後介護と向き合っている様子はなく、世間からバッシングを受けたこともあるということですね。うん。まあ、確かに酒井さんって実践問題ですね。そのまあ、そのまあ、罪を償った後ですね。今何してるかっていうと、普通にねパチンコ営業だったりとか、まあ、そんな感じの仕事をしますからね。はい。特に介護のことはしてないっていうね。はい。でちなみに酒井さんがこの介護関係のことを話し始めたのも、まあ、裁判になってから急にね言い始めたわけですね。うん。以前からそういった仕事をしてたわけとか、まあ、そういったことでもないというね。うん。で、そこに関してですね、安藤さんはこう語ります。罪を犯した罰ゲームのように介護をやろうとする風潮がありますよね。ですが、私たちからしたら好きで選んでやっている仕事です。それを罰ゲームにされるのは侵害ですね。毎回何なの?と思うんですとね。まあ、そのように安藤さんは語っていましたと。はい。まあ、以上がですね、その記事の内容になります。はい。じゃあ、ここから分かることをちょっと今からね、ちょっといろいろと深掘りして話していきたいと思うんですけども、うん。まあ、確かにですよ。確かに安藤さんみたいにもう20年以上ですね、介護という現場に携わってきた人からすると、まあ、確かにちょっとイラッとするのも、まあ、それは当然かなっていうふうに思いますよね。うん。だって今まで介護だったりとか、ボランティアだったりとか、ね、被災地だったりとか、そういうことに見向きもしてこなかった人が、急に自分が何かやらかした瞬間しだしっていうのは、まあ、明らかにですね、これ一言言うと、好感度を上げるためですよね。好感度を上げる。うん。まあ言ってみたらその介護の仕事だったりとか、まあボランティアの仕事だったりとか、そういうことをしている人ってやっぱりすごいですねって言われがちじゃないですか。うん。わ、すごい大変な仕事をなさってるんですね。人のためにそこまでできるんですごいですって言って、やっぱりみんながこうからですね、こう一目置かれる仕事ではありますよね、やっぱり。うん。はい。ってなった時に、まあ言ってみたら芸能人が何かやらかすってことは一言で言うと、好感度がだだ下がるってことですよね。はい。で、芸能人っていうのは好感度が命なわけですよ。はい。ってなってくると、その下がりきった好感度を上げるためにはどうすればいいんだってなった時に、まあ今言った介護だったりとかボランティアだったりとか、そういうことをすることに、そういうふうにですね、世間一般的に考えて、この仕事って素晴らしいよね、やってる方ってすごいよねって尊敬されるような仕事をあえてしだすことによって、まあ言ってみたらですね、評価が高まると言いますか。ってことにつなげるわけですよね。うん。で、例えば最近で言うとですね、アンジャッシュ渡部さんとかね、はい、まあ渡部さんもですね、まあ不倫問題でいろいろあったじゃないですか、うん、でいろいろあってですね、今謹慎中なんですけども、どうやらやっぱり謹慎中の間にですね、その介護の資格を取るための勉強を始めたらしいんですよね、うん、でそれに対してやっぱりちょっと批判の声とかも上がってるわけですよ、はい、まあ今までですね、渡部さんに介護の彼女もなかったわけですからね、うん、あと他にはですね、例えばちょっと前の話で言うと、まあ同じ芸人さんという括りである言うんであればですね、うん。吉本興業の闇営業問題ってあったじゃないですか。はい。で、あれで、まあ、吉本興業のね、芸人さんが一気に謹慎しましたけど、それプラスアルファとして、渡辺エンターテインメントに所属してるですね、ザブングルさん。まあ、芸人さんのザブングルさんもですね、まあ、言ってみたら、そのね、その、言ってみたら、闇営業に参加してたわけなんですけども、その後ですね、そのザブングルの二人もですね、謹慎中はですね、その介護の、まあ、ボランティアと言いますか、うん、っていうのに行ってたんですよね。はい。で、実際もだと、宮迫さんとかもそうかな。宮迫さんもですね、被災地に行って炊き出しやったりとかですね、その謹慎中に。うん。とかやってたんですよね。はい。まあ、だからこのようにですね、まあ今は僕は芸人さんを例にして言いましたけど、まあ芸人さん問わずですね、いろんなですね、表に出る職業の人たちっていうのは、まあ言ってみたら地に落ちてしまった好感度をですね、少しでも回復するために、まあ世間一般でいうところのですね、この仕事を選んでる人は一目置かれるすごいねって言われがちな、そういった仕事である介護だったりボランティアだったりとか、そういったことをしだすという背景があるわけなんですよね。うん。でですね、じゃあそれで考えるとですよ、それで考えると、見事にですね、それを回避したと言いますか、うん、そういったですね、安易にそういうことをしなかった人がいるんですよね。はい。それ誰かっていうと、田村亮さんなんですよ。田村亮さん。はい。で、ただでこれに関して言うと、亮さんのですね、バックには、厚さんがいらっしゃって、その厚さんの、いわゆる戦略と言いますかね、厚さんがしっかりと注意した、忠告したからなんですよね。はい。これどういうことかというとですね、どうやらその田村亮さん、まあ今はですね、闇営業問題から完全に復帰してますけど、当時謹慎中だった時にですね、その被災地にボランティア活動をしだそうとしたらしいんですね。うん。で、そのことを、まあ、一応、相方の厚さんに相談したらしいんですよ。はい。そしたら、厚さんは、それをですね、その、まあ、そこに、な、りょうさんに対してですね、注意したらしいんですね。はい。という何かっていうと、行くなって言ってるわけじゃないですよ。うん。行くなって言ってるわけじゃなくて、行ってもいいよと。ね。ただ、行ってもいいんだけど、行くんだったら、お前は、これから先ね、一生ね、まあ、定期的にでもいいから、そういった被災地ボランティアだったりとか、そういった仕事を続けないといけないと。うん。じゃないと、お前は、ね、今までね、全然やってこなかったのに、急にこの
このタイミングでこんなことをして、しかも今の時期、謹慎中だけ行って、謹慎が明けたら行かなくなったりとかしたら、お前はそのためだけにね、その被災地の人たちを利用したのかっていうふうに思われても仕方ない行動を取ることになるんだぞと。うん。だから、行ってる、行くのは本当に、行くのは全然いいかもしれないけど、もしも今ね、今この謹慎中に行くんであれば、謹慎が明けてからも一生お前は行くっていう、そういった覚悟があるのかと。その覚悟があるんだったら全然言っていいぞっていう風に言ったんですね。そしたらりょうさんは、いや、俺はそこまでの覚悟がなかったっていう風に言って、行くのをやめたんですよね。はい。まあ、このように、あつしさんみたいにですね、きちんと考えている人もいらっしゃるんですよ。うん。はい。っていう風に考えると、ね、こういう風にあつしさんみたいに作詞っていうぐらいですけどね、そういった方がいらっしゃる一方で、安易にですね、アンジャッシュ渡部さんみたいに、介護のじゃあ資格のを取りますとか、勉強しますみたいなことを、まあ、言っちゃう人もいるってことですね。はい。まあ、何せよですね、安藤さんの怒りもごもっともって感じですよね。はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わります。この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録とコメントあったらぜひお願いします。どうもありがとうございました。